スビアガ川は、ロシア中央部のウリアノフスク州から、タタールスタン共和国を流れる河川であり、ボルガ川の右支流である。長さは 375km、流域面積は16,700平方キロメートル。ボルガ川をせき止めたダム湖のクイビシェフ湖に、火山西方のスビアガ湾で注いでいる。11月から12月にかけて凍結し、4月から5月にかけて、 氷が溶ける。船の運航が可能なのは、下流の、ごくわずかな範囲のみである。スビアガ川は、バルイ市の南西3 0トルの丘陵地帯に、発し、北東へ流れ、ウリアノフスク州の州とウリアノフスク市内を流れている。ここでは、スビアガ川は、ボルガ川から数キロメートルにまで接近しているが、高い丘に阻まれて、合流はできず、再び、ボルガ川から遠ざかり、 200km 北へ流れてから、ボルガ川に合流している。スビアジ地区は、ボルガ川とスビアガ川の合流点にあった村で、1551年には、イヴァン四世の火山反国攻略にあたって、ここに木造の要塞が作られた。要塞は、上流の運位地である程度組み立てられてボルガ川に流され、ここで引き上げられて、数週間で完成した。 要塞や聖堂などの残る古い村は、1955年のクイビシェフダム完成後はダム湖に浮かぶ島となっている。ありがとうございます。